こんにちは、ランクエッシュのバスでございます。何やって喋らなあかん、知らんかったでもね、たまたま、あー、ごめんなさい2002年から最初は狭山の北小校区で、子どもの年齢、学区、親御さんの就労の有無とか本人の障害があるかないかとか、いろんな制限を取っ払った子どもの居場所づくりを、そうですね、主には最初小学生からスタートしたんですけど、夜間までの子どもの居場所づくりってこと、送迎サービスなんかもしながらコミュニティビジネスとして立ち上げてきまして、今年21年目になりまして、NPO も少し皆さんの、応援をいただきながらなんて、もちろん支えていただいて認定 NPO というふうにもなりまして、さあ今からどないにこれをお返し、地域社会や子どもたちにお返ししていけるのかなと、思いながら悩みながら、おりますが、いや真面目な話を言ってますが今日も何としてでも来ようかなと思ったのは、この地域福祉という言葉ね、私何かとね、大きな組織とかシステムに入り込むのが苦手でね、本当にも単独で立ち上げてきて、でいろいろと復習的なことも不勉強な中でなんですけど、2000年にこういう子どもの居場所づくりをしたい、しなあかんと思って、法人を、ね、子どもさん預かるにあたって個人でちょっとそんなやってたら危ないから、なんとか法人でと思って NPO を立ち上げる準備を、この狭山の先輩たちに応援もいただきながら始めた時にキーワードを、みんなで作っていって、で法人立ち上げる前にその定款って作らないといけないんですけど、その時に今もね、自分でネットでね見て自分のところの定款をいやこれいいこと書いてあるんですよ、読みます。法人の目的、この法人は市民の共同をもって地域に住む人のニーズに即した子育て支援を行うことにより、人権尊重と非暴力の視点から健全な子どもの成長を支援し、地域福祉力の増進を図ることを目的とすると入れてるんですよね。素晴らしいということでいただきました。で10年ぐらい前ですかね、こういう勉強会というか交流会があったときに、この場所で市役所の方がお話になってたときは、今日はね、地域福祉とはっていうところにね、最後の締めが考え方だったんですけど、私ね、考え方よりももっと好きなの、その時にあったのがズコンってなったんだ、ムードですってなってでもね、なんかそれも出るんかなと思って、なんか醸し出されていく雰囲気ですみたいなことをやって、そうかと思ったんですよ。でその後なんかこうなんか地域なんとかケアシステムとかなんか言い出して、システムかとかなんかやってるしぐらいの感じでおりました。何の話とか、では今日は久々にお会いできたりなんかしながら嬉しく思いますが、で、法人としてもう授業いろんなことをさせて、子どもにまつわることをさせてもらったり参加させてもらったりしてきたんですけど、なんかこう原点に戻ってる感じがあって、参加いただけたり協力いただけたりしたら嬉しいなと思って、知らせ作ってないんですけどね、今月は子どもと大人の料理クラブ、巻き寿司味噌汁言って、だいたい4歳ぐらいから大人の方もどうぞという、つい先ほどネットで申し込み受付開始になりました。こんな拠点で障害のある子たちのデイサービスですとか、緊急対応の保育もしてるんですけども、
こんな地域活動もやっていきたいなと思います。あ、そういえばコロナのね、現場自慢していいですか。うち職員15人いるんですけど、誰もかからず、この3年間で濃厚接触たった2人で、それね、でね、1日も休業せず、ヘロヘロ、めっちゃ忙しかったです。できるだけ平穏、平常を保つといういろんな対策の仕方ありますよね。でも私たちは、子どもたちを育てていくっていうことで、どんなリスクを引き受けるかっていうところで、できるだけ元気に遊ぶというところをチョイスしまして、細々とね、これ小規模だからできるんです。で、舵取り役が私っていう行政とかね、大規模な組織ではないので、できた小さな泥船だからこそ、泥船ねことなんですけど、本当に何とか休めなくてしんどかったですけど、元気に、子どもたちもこの夏も日焼けして、おります。で、あとで帰りがけにね、まだ渡せてない方にお渡ししますけど、私もこれね、なんで言うかって言ってね、私が、進行役をする言葉のワークショップっていうのも公民館で始めようと思ってるんですけれども、これね、なんとこう遊びじゃないですよ。市の補助金ももらってね、申請して通していただいた取り組みなんですけど、いや嬉しいなと思ったのが、さっきの赤瀬さんの資料で、地域福祉、社会参加、支え合い、助け合いって、私も不勉強ながら、こういうことが大切よねって生きながら、働きながら暮らしていく、支え合いって、なんかこうかゆいけど、当時私20代やったんでなんかでもやっぱりみんなそう思ってると思うし、それがなかなか実現できない、こうね、なんかいろんな縛りとか働き方なんかもあるんだけど、この地域福祉の参加の中に、子育て支援の活動に参加するとか、趣味やお稽古事もの活動も地域福祉やということで、宣伝参加してください。笑わせますので、私塾の先生もしてたんですけども、勉強大嫌い、いかに子どもたちを笑かすかという、はい、受験に失敗させました、させたりしてしまいましたけども、はい、大人の方とも笑い合い、ね、支え合って、はい、ありがとうございました。また今後ともよろしくお願いします。